どうもーどうもー、こじすけでーす。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。ね、こっちがチャンネルやってたね。だね、電子タバコ、ベイビーのチャンネルちらっとやったんですけど、ね、まあ一人で鳴かず飛ばずで。じゃああれほんま見たけど、もうもういいね、いいね、いいね、その話はもういいね。もうお前もう2、30分ずっとダラダラ喋ってたから、いいね、その話。またよかったの下にがいいな、いいな、はれへん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 見ててください。まあそんなこんなで見て分かるとおり双子でやっていこうかなという感じで始めたんですけども、まあ、仕事帰ってきた状態のままやで、そうやね、仕事帰りのまんま、ね、急遽やろうかとなって始めてるんですけども、まあ、このチャンネルは一体何をするのでしょうということで、そうやね、まあ、まあ、メインは、うん、この前前回やってた、うん、そのベイプ、うん、ベイプのね、ベイプ関連ね、こうやってね、こうやってね、ベイプ関連を、まあ、もう一回やっていこうと、はいはい、でそのまあ、はい、ベイプもまあまあ賛否両論あるやろうけども、うんうんうん、ハイエンドから、うん、マスプロ、マスプロとか、うんうん、まあ賛否両論あるとは思うけども、まあクローン品とか、まあまあそれがまあ実際そのね、進めるわけでなくてね、みんながね、になってるんじゃないかなというものをやっていこうと、うん、まあまあそのまあ誹謗中傷あってもね、うん、まあめげない、まあまあまあやっぱりだ高いからね、一個一個、うん、ハイエンドは、うん、そんなにしょっちゅうは無理です。そう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 、基本的には全て、うん、あのお小遣い制の我々が自腹でやっていくことなんで、そうそうそう、ね、からね。だからまずそのハイエンド欲しいなって思っててもやっぱりその厳しいからね、いきなりハイエンド買うっていうのも思ってたのと違う可能性もやっぱあるから、うんうんうん、そうやね、まあそういうのクローンがね、まあ、それが、まあ、日本的にはなんかアウトかどうかちょっと分からへんけども、うん、そのクローンがあるんやったら一回それ試してみて、うんうん、そっからでもいいんちゃうかっていう、うん、はい、まあ、試すにしても、まあ、安いからね、1500円とか2000円とかで、そうね、うん、クローンとかって買えるから、であんま国内では買えないから、うん、そうそうそう、海外通販とかで買うのも、うん、まあその、まあ、人柱やね、完全に、ね、そう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 、で、うん、海外通販とかで買ったりの手引きもやっていけたらなとかっていうのは思ってる、ね、うん、ね、まあまあ進めてるわけじゃないから、うん、で絶対にこれ買った方がいいよとか、うん、っていうわけじゃなくて、そうね、うんうん、まあ、こういうものからやることもあるという、うん、ところで、まあ、そういったものも含め、まあ、ベイプ関連全般、うん、ちょっと、まあ、新しいものが出だしたりとか、うん、っていうのが、まあ、まず一つのメインとして、うん、でもう一つが、うん、まあ、ゲーム、ゲームちょっとやっていこうかなっていう、ゲーム配信、まあ、ゲーム配信ね、ゲーム配信ね、うん、まあ、PC ゲーム、パソコンゲーム、パソコンゲーム、うん、および、プレイステーション PS4 なり、Xbox なり、まあ、なんなりとそのゲームをちょっと配信して、コンシューマー系ね、そうね、行こうかなというところやね、あのあれ Google のね、うん、スタディアとかもなんか、うん、スタディアね、うん、やってみたいなって思うから、うん、まあそんなんもね、できたら人柱になってやっていけたらなみたいな、そうだね、ところはあるよね、まあ、まあ、面白いかどうか別として、うん、プレステ5なんて絶対変わらへんから、そうやな、うん、6万、5万ぐらい絶対するって言って、マジで情報ある、顔、金持っとんの持ってないけどで、ほんでね、そのやっていこうと思ってゲームを配信していく中で、うん、その考えてるのが攻略じゃないの、下手やからね、下手下手下手、うん、もうそこは分かったし、下手な中でやっていく、で、すごい上手いプレーを見せるわけではないと、そうそう、めちゃくちゃ、それやったらもう違う人見てほしい、あのプロのね、うん、あのプロ、プロの人、うん、プロゲーマー、プロゲーマーの人とか、うん、あとはあの上手な人、ね、上手な人ね、うん、たくさんいますから ね、それを見てほしい、で、うん、どちらかというとあの連れの家に来て、うん、連れがゲームやってんのを見てるみたいな感覚で見てもらって、うんうんうん、楽しくないとゲームじゃないからね、そう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 、だそれ楽しくないとテレビじゃないんですよ、うん、何のまあない、今だいぶ前の8チャンネルのやつ、8チャンネルのやつ、うん、まあでもそんな感覚、そう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 、ね、楽しまんとね、そうそう、だから下手でも面白いよと、うん、そうそうそう、まあ、やっぱりまあちょっと徐々に上手なっていくやろうし、うん、バチャバチャしてる、うん、まあそれはまあ生配信の場合もあるし、うん、滑りまくってるやつね、うん、滑るところは切るわ、あ、切る、動画での配信もあるし、うんうんうん、っていうところで、うん、まあ、それはちょっとまあ2つ、うん、日本柱で、うん、日本柱でそれ映ってる、映ってないと絶対日本柱でやってる、グループに入ってんの絶対、基本的には、うん、であとはまあ
ガジェット系やね。みんな大好きガジェット系。男子好きやろ、ちっちゃいこのアクションカメラ。うん、いいね。これまあちょっと使おうと思って今充電してたんやけど、うん、あのマイクロ SD とかないか取らへんかあれやねんけど、うんうんうん、あのこういうそのなんていうの、これもね安物ね。安物やね。そう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 。なんかその。海外ちょっとびっくりした海外ちょっと GoPro っぽく使えるんやけども、でも GoPro でないと、うん、まあ、いろんな海外通販、うん、まあ、アプリでもあるわ、ウィッシュとかタオバオとか、ね、そうそう安くて安い、うん、なんか怪しいなっていうようなそうやっていこうガジェットを、だってそれも僕らが人柱になってやっていこうかなと、こうっていう、うん、ドローンとか、そうそう、ね、安いドローンとかこうで飛ばしてみたり、うん、あと何がある、まあまあ何でもあるからな、ラジコンとかね、実際何でもラジコンもあるし、うん、なんやったらそのなんかそのパソコンのパーツとかでパソコン組んで見てもいいやろうしね、うん、いい、まあまあ多分まあ偉いことになるとは思うけど、めちゃくちゃ痛い目見ると思うけど、うん、まあやっていくガジェット系、ガジェット系、うん、であとはまあまあ、ネタ的なもんで、うん、まあ、なんかやってみた動画ってあるやん。やってみた動画、ね、例えば弾いてみた動画、ああやろうやろう、まあまあまあ、 ギターとかあることやし、まあ、ギターやっててベースやってて、まあ、弾いてみた動画とか、うん、まあそういうパターン、うん、まあ、コピー系やね、コピーやね、そう弾いてみた動画とか、うん、まあ、歌ってみたらちょっとやる気はあんまりないけども、うん、まあ、そういう系、踊ってみたとかあるやんか、うん、まあ、そういうやってみた系で、うん、まあ、一個まあちょっと、まあ、考えてるのが一つあるから、うん、まあ、音楽、音楽ねプラスもう一個ちょっとなんかやっていくかなと。何？過去に森ラジが、うん、何だっけ、 8.6 秒バズーカ一瞬のやつ、うん、の一瞬とかだった。ああそっか。こうカバーをしてた。ああはいはいはい。カンコビ。カンコビでね。でもあれまあリズムネタやから、うんうんうん、あれやけど、ちょっとがっつり芸人さんのちょっと面白いなって思う漫才をちょっとがっつりコピーする。なるほど。うん、漫才もね、うん、あ漫才をやってみたと、見た目とかは、まあ、まあまあまあ服装はどうこうやけど、うん、そのやけど、うん、できるだけ、まあ、自分ネタの、うん、を元に自分らなりにカバーしていく、そうそうそう、完コピする、完コピしていこうと、まあ、セリフとかはそのまま弾いてみたとはまた別でね、そうそうそう、まあ、何別でね、そうそうそう、まあ、何これ何なんですこの音、分かるよ、ちょっと、あ漫才をまあやってみる、カバーしてみる、まあまあ大変やと思う、うん、なるほど、でやっぱりその、まあ、それをやると、うん、やっぱりその絶対思んないから、うん、プロの凄さが分かんないから、うん、でやっぱり好きなのがやることなんで、うん、そう面白いなと思って芸人さんも知ってもらうことができるから、うん、それでちょっとやっていこうかな、うん、まあその4つ、うん、最初から言って、いい年だと切なさと心思わない何やったっけお前がご飯作ってみたからいいけど、あ、ベイブ関連とゲーム関連と、ガジェット、ガジェット、あとはまあコピーやってみたけ、やってみたけね、うん、はい、やっていこうと思う、なるほど、まあこれがちょっと、うん、ね、はい、頑張って、はい、やっていこうと思うんでね、はい、これからまたよかったら、それは何がそうですよ、説明さすで、本来はもしかしたら増えていくかもしれん、いやまあな、でもまあメインのコンテンツは一応2つ、まあな、例えば、うん、まあロケ的なこともやるかもしれない、あ、そうだそうだね、行ってみてね、うん、行ってみたって言ってね、はい、もう俺は全然何やで、うん、編集俺もほんまに、いやノータッチで行くつもりに、だって俺の家のパソコンのスペックなんかもう、あ、そうやな、だからその兄貴の、あ、そう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 、パソコンとかもちょっとやっていったりとか、スペックね、うん、そうやな、うん、まあ、それはガジェット系なのかな、何やろ、まあ、ゲーム、まあまあ、ゲームなんかガジェット、まあちょっとわかんない、そっち系でね、まあ、一応その4つを4本柱で、4本柱、まあ、うん、太いのは2本で、2本っていうのはベープとゲームが、ベースタワーとゲーム、2本立てて、もしかしたら4本とも全部全体的にやっていく、まあ、めんなきゃやっていくかもしれない、うん、それでちょっと、なるほど、一応まだ週何回とかっていうのは言われへんけども、ほんまやね、それ何
それなんなん冒頭からやろうと思ってて忘れてた。いや、もう遅いわ。終盤やん。なんかほんまやねって言ってた。もうそこか、もう切るから。嘘、うん、今のやつ。切るからって言って残ってたら一番恥ずかしいから。じゃあ、ちゃんと切って。で、まあ、それを、まあ、メインにやっていくんで。まあ、よかったら、まあ、あの、うん、今回ね、この挨拶見ても別に、その、うん、チャンネル登録とか、うん、あの、高評価とかは別に。いらんと。いらない。まあまあコメントとかして。いや、やってもらったら。全然やってもらったらありがたい。やってもらったらありがたい。やってもらったら。今後ちょっとやっていくんで、それまた見てもらえたらと思います。はいはいはい、まあ実際チャンネル登録して、あの通知設定みたいなのをしたら、まあこう動画更新したよっていうのが分かったりとかっていうのもあるんで、まあまあそれはもうちょっとあの、この今回の挨拶の動画でちょっと長くなったけど、とりあえずそれがちょっとメインでやっていくんで、まあこれからよろしくお願いします。お願いします。